こんにちは、年収300万円のガレージライフです。ホームセンターの商品でサイドステップを作ってみる。寂しい、サイドにエアロパーツをつけてみます。でも買うと高いから自分で簡単に作ってみました。ホームセンターで手に入れた角にぶつかっても大丈夫な衝撃緩衝材、通称コーナーガード。仮り止めしてみます。こんな感じでつきます。ちょっと長いのでカットします。ちなみにサイドステップの長さは176センチです。コーナーガードは90センチなので2本必要です。4センチ分カットしましょう。脱脂して本止めしていきます。パーツ自体は軽いので両面テープで付けます。今回はダイソーパーツ用のテープを使います。パーツの脱脂をします。両面テープを貼り付けて、こんな感じ。テープがもったいないので一直線じゃなくて細かく貼っています。貼り付けていく。実際に両面テープだけでは厳しいのでビス止めかクリップ止めは必要です。もう半分も取り付けていく。できました。黒じゃなくて白の型が良かったかな。まあまあかな。リアアンダースポイラーもつけます。以前余ったリアスポイラーの端切れです。微妙。反対側も貼っていきます。ダサすぎて次の日に外しました。サイドステップをホームセンターの商品で取り付けました。リアアンダーとサイドステップ、テープなど合わせた合計金額は1880円でした。続いてフロントのリップスポイラーも作ります。まずはセンター出しをします。黒く塗り分けてある部分は 95.5 センチ でした。真ん中は48センチくらいなので目印をつけておきます。ホーム線のコーナーガードを2本用意します。4センチ厚のものです。1本798円でした。仮止めしていきます。
完成予想図。ここだけ段差があって浮いちゃうんですよね。ビス止めすれば目立たなくなります。余った部分をカットします。反対もカットしましょう。この部分はこのままじゃうまくつきません。うまく曲がるようにカットしていきます。これで曲げやすくなります。センターから63センチの部分に切れ込みを入れるといいですよ。それではリップをつけていきます。パーツクリーナーでよく脱脂してください。コーナーガードも脱脂して両面テープを貼り付けます。センター出しの部分から貼っていきます。慎重に慎重に。両面だけじゃ不安なのでビス止めをしていきます。使ったビスはホーススレッド32ミリをぐりぐり留めていきます。ビスはセンター、段差、末端の3箇所で留めました。こちら側で説明します。センター部分にビス止め、段差手前での部分にビス止め、末端部分でビス止め、取り付けできました。ここ長いからカット。なかなか良いと思います。たった2000円で4センチも下がるリップスポイラーができるので、ぜひチャレンジしてみてください。フロントとサイドを合わせてもフルエアロで3200円でできます。